そうだ、そうだ。その時私は、たもとの中のレモンを思い出した。本の色彩をごちゃごちゃに積み上げて、一度このレモンで試してみたら。そうだ。私にまた、先ほどの軽やかな興奮が返ってきた。私は手当たり次第に積み上げ、また慌ただしく潰し、 また、慌ただしく築き上げた。新しく引き抜いては付け加えたり、取り去ったりした。機械な幻想的な城が、その度に赤くなったり、青くなったりした。やっとそれは出来上がった。そして軽く踊り上がる心を制しながら、その城壁の頂に、恐る恐る、レモンを据え付けた。そしてそれ